NHK から国民を守る党、掛川きなりが初当選、台東区議選で、昨日、台東区議会議員選挙の投開票が行われました。その結果、NHK から国民を守る党の掛川きなりさんが1656票の得票を得て、見事当選されました。この NHK から国民を守る党なんですが、各地で着実に支持を得て、議席を増やしております。 それに対して NHK は受信料や変更報道の問題で支持を失いつつありますが NHK から国民を守る党には今後もその名の通りしっかりと仕事をしていただくようお願いいたします。以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。